いけない。この中身を下ごう。 AJ ユナイテッドガチャで引いた FP スカットでガチバトル。こんなことやりたくねえっすよ。とりあえずご覧ください。どうぞ。いきますか。勝つしかねえわこれ。マジで。結構バランスはいいんじゃないかなと。バランスはそうっすね。あのゴールキーパーなんですけど、はい、ノイア入れていいですか。ノイアダメです。あのやっぱまさか日本人の選手って、はい、適応力があるってやっぱ海外でも言われてるんですよ。そうですね。長谷部選手もゴールキーパー突然任されたりとか、うん、困ったら高橋秀人選手。本当のポジションは、ボランチです。ボランチで今回ちょっとセンターフォワードも取れてなかったんで、それ珍しいよね。まああとはセンターバックと右サイドバックがちょっと適正ではないんだけど、うん、あそうなんだ。そうか、まあ、これからちょっと育てていこうかなと。そのポジションで素質があるんじゃないかなというところでちょっとね使ってみようかなと思います。いや多分色変わんないぞあれ。今回やばかったマジでね。うん、じゃあちょっと僕の方のスカット見ていただければと思います。どうぞご覧ください。こちらでございます。あ、今回は雷だった。いや、そうじゃん。おい、スーとそう、スーアレス楽で、そう雷 FP。 そう、そうなんですよ。両方とも雷 FP で、で、右のディマリアも雷なんで、あ、で、ラッキッチもそうか。だから4雷いるんですよ。で、ゴールキーパーもうまいことチェフがゲットできたんで、ゴールキーパーも揃ってるんですよね。センターバックと左サイドバックがちょっと適正じゃない選手を入れてるので若干下がってるっていう感じぐらいですかね、はい、僕の方は。確かにあの2トップ怖すぎるでしょ、うん、2人ともラインブレーカーでしょ。しかもそう、2人ともラインブレーカーで決定力が高いタイプなんで、さすがに勝たないとまずいぞこれ。これどうしようマジで。どう行こう。こちら今日の昼間の天候は晴れです。頼むよ。ああ、何やってる。ああ、何やってる。気になる。あいつのミスはもう誘うしかない。はい、よろしくお願いいたします。さあ、いいんじゃない。ああ、じゃあそっちじゃないよ。オッケーオッケー。で、サイドついていこう、ついていこう。あ、あ、あれ、あ、出れない。危ねえ。そうですね。いやー怖え。あの1回の攻撃はもう怖えよ。まずあのセンターバックとかが若干適正じゃないから、ここら辺守りたい。危ねえ。よしよしよし。怖え。あっ、よし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 。浮いてる。え、あー、ダメ。うわ、マジで。あ、まだあるよ。やべえ。これは、え、オフサイド。危ねえ。危ねえ。よっしゃ、いけ、いけ、あ、え、危ねえ。決めろ。おー、よかったよかった。ナイス。こっからいいよ。中にね、中にない。オッケー、詰めろ。中にない。いいんじゃない。うわー、オッケー。あげれば。うわー、危ねえ。ワンマン目飛ばして。いやー、あー、いいよ。うわー、マジで。オッケーオッケー、ナイス。怖えー、マジ怖えー。いや、だけどすげえ守られてんだよな。やばいやばいやばい。ミスアイの一人。うわ、つなげ。ナイス、いいぞ。いやー、よし、いいぞ。ここ、ここ大事。ここね。通るの？いや、いや、でかいのいるからね。やべ。うわー、やっぱキーパーの威圧感出たか。威圧感出てる。めっちゃ出してるから。川島タイプか。チャンス。いやーね、開いちゃった。いい、クリア。オッケー。前半しのげ、前半しのげ。オッケー。サイド。
ー出る、ラッキー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 、マジかよこのメンツで、いや怖っ、ちょっと危ないぞこのパスは、いけいけ、おいおいおい、危ないね、いや、よし乗り切った、まずは前半そう、オッケーオッケーオッケー、いや危ない最低だな、うーいやこのまんまだよな、カズさん調子いいじゃん、ガジェット系の、そうです、あのアウトドアのサッカーですよね、あそうです、24時間サッカー生活ねいや絶対やんないだろあの人絶対車中泊だよ、まあ、非常にタイトなゲームになるんですけども、いいよ、仕上がり非常に大事ですよね、ああまだあるまだある、繋いで、ああ何今のもったいなすぎる、いいぜいいで、ナイス、シュート、あー、んいける、おバックやっちゃった今なんだ、なんだ今の動き、助かった、来た、間、よし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 じゃあキッカーディマリア説ない、あ、ラキティッチが、あ、ラキティッチは精度高いからね、やっぱてかレベル1でこれってすごいよね、すごい、お、チャンスだけ、ちょっと守ろう守ろう、とりあえずブルーのペリス、裏へのスルー、あ、お、いいよ、いける、よし、マジか、なんかすげえ角ついてる、うん、俺もなんかすげえ角ついてる今、うわ、めっちゃ角ついてる、やべえ、見えない、やばいなこれ、そう画面が残像してるなこれ、取れるよ、いやー、え、いやー、うわーマジか、いやそこに出す、あぶんね、打てる、うわー、オッケーオッケーオッケー、怖え、おおおおお、あ、お、うわ、つながらん、いけ、この中見よう、そこ、いやー、危ねえ、危ねえ、おい、まだ0-0かよ、ちょっと菊池選手入れるか、ペグリ投入で、お、ベンベレから緩いリードボール、あ、出た、よし、来たんじゃねこれ、よし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 、マジで、ペグリからのパスね、おい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 、これはやばいぞ、いやいや、めっちゃして、おいおい、あぶな、あ、取れる、オッケー、守ろうぜ、守ってくれ、やばい、ナイスナイス、正ゴールキーパーで、ここにねボールが回せるミキタリアンいるから、ここは取れるんだよな、なかなか、これスピードのデンベレね、きた、オッケー、ね、ちょっとよし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 、デンベレの右サイド効いてんじゃんね、これいやー、来た来た、これやばいやばい、もう一丁右サイド、あーもったいない今の、オーケー、やべやべやべ、マジで、あー、とりあえず OK、よし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 、これ来たな、うわーマジか、いやマジでちょっと負けたよ、つらー、これ高橋選手、ゴールキーパーご苦労様でした、いやー決めらんなかった、これは完敗ですわ、いや僕もちょっとこんな上手い展開になるとはちょっと思いませんでしたよ、ということでこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします、お願いします、また次回の動画でお会いいたしましょう、では
ああ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